ワシリー・クズネツォフはソビエト連邦の陸上競技選手。1950年代から1960年代にかけて活躍した10種競技選手。世界記録を2回樹立。ヨーロッパ選手権3連覇をはじめ、1956年メルボルンオリンピック、1960年ローマオリンピックと2大会連続で銅メダルを獲得。クズネツォフは 1954年にスイスのベルンで開催されたヨーロッパ選手権の十種競技で優勝。その2年後の1956年メルボルンオリンピックにおいてアメリカのミルトン・キャンベルとレイファー・ジョンソンに次いで銅メダルを獲得。特に棒高跳びとやり投げでは全ての参加選手の中でトップの記録を残した。この大会のクズネツォフの記録は現在の得点表で換算すると キャンベル、ジョンソンよりも高得点を上げている計算であるが、この当時は現在一般的であるガラス繊維強化プラスチック製のポールを使用している選手はほとんどいなかったため、比較するのが難しい。1958年5月、クズネツオフはソ連南部クラスのダールの大会で8014ポイントと1952年に 得点表が改正されて、以来初めてとなる8000点を突破する世界新記録を達成。クズネツオフの世界記録は、同年7月にモスクワでジョンソンが8302ポイントを出し、破られてしまうが、8月のストックホルムで開催されたヨーロッパ選手権では、同じソ連のウノパルを500ポイント以上引き離し、優勝を飾る。翌1959年5月に、 クズネツォフは8357ポイントと前年にジョンソンに奪われた世界記録を奪い返し再び世界記録保持者となる。この8357ポイントがクズネツォフの自己ベストともなる。1960年ローマオリンピック開催直前にジョンソンが8683ポイントを出しクズネツォフは再び世界記録を奪われる。そしてオリンピックでも ジョンソンが8392ポイントで金メダル。ジョンソンと大学の同僚の台湾のヨーツタイ・ヒロシが銀メダル。クズネツォフは2大会連続の銅メダルとなった。クズネツォフは1962年にベオグラードで開催されたヨーロッパ選手権を制し3連覇を達成。2位の西ドイツのベルナー・フォン・モルトケとはわずか4ポイントの差であった。2年後の 1964年東京オリンピックにクズネツオフは3大会連続出場を果たす。しかし、結果は7569ポイントで7位に終わった。ありがとうございます。